ハロー YouTube、エリオクエストです。今回はですね、ストゥルマリア、トゥルンカータについてちょっと話していきたいと思うんですけども、まあ、ストゥルマリア、トゥルンカータっていうのは球根植物、ヒガンバナ科の球根植物で、南アフリカの、ケープ地方とか、あの辺りのこう西海岸沿いに広く分布する、かなり、広い範囲にわたって分布している植物です。で、割と他のストゥルマリアでも、割とレッドデータとか、絶滅寸前とかもあるんですけど、トゥルンカータに関しては、そういうこともなく割と、いっぱいある種になってます。はい、これこの赤い鞘が特徴なんですけども、トゥルンカータっていう名前の、意味なんですけど、それトゥルンカータっていうのは、英語のトゥルンケート、切り落とす、切り捨てるとかそういう感じの意味になってます。で、この鞘がなんとなく、切り捨ててるような感じに見えるからなのかなみたいな感じでは、ちょっと想像してるんですけど、そんな感じです。で、この鞘、残念ながら今紫、綺麗な紫色なんですけど、1ヶ月か1ヶ月、2ヶ月ぐらいしたらちょっと枯葉みたいな色に変わってきちゃいます。なので、ちょっと出始めのこの時期が一番、綺麗な感じで楽しめる時期になってます。で、あとストゥルマリアっていう、ストゥルマリア属の、植物なんですけど、ストゥルマリアっていうのはストゥルマっていうのが、コブとか、腫れたとかっていう意味で、で、リアっていうのがラテン語の持っているっていう、なんかコブを持っているっていう意味の名前です。で、それはその球根をちょっと今日は出さないんですけど、球根の下の方が、下膨れになっててるので、ストゥルマリア、コブがあるみたいな意味の名前なんだそうです。これ今白い花がついてるんですけども、花の色にもピンクとかもあったりして、で、花の色がピンクのやつ、昔はストゥルマリア・ルベラっていう名前だったんですけど、2003年に統合されてトゥルンカータになりました。同じものだったところですね。で、あと2011年にも、ストゥルマリア・アンギュラータ、っていうのも統合されたりして、割と入れ替わりの激しい、種になってます。はい、で、あとこの花、10日ぐらいずっと咲き続けるので、割と花を楽しむ時間も長くて、育てると楽しい種類になってます。はい、こちらがですね、ストゥルマリア・トゥルンカータの花と、あとちょっと実ができてるんですけど、はい、になります。ストゥルマリア・トゥルンカータは下にこういう赤いこういう鞘がつくのが特徴なんですけども、ストゥルマリア族の中で、こんな鞘をつけるのはトゥルンカータだけになってます。はい、で、こっちにちょっと、もうそろそろポロポロしそうな感じの種ができてるんですけども、この種、もうすぐに発芽します。もうこれ乾燥、すごい皮が薄くて、すごい肉、水分たっぷり含んだ種なんですけども、この種割と日持ちしないで、ポロッと、落ちたら、地面に落ちたらすぐに発芽してしまいます。なので保存は効かないので注意してください。はい、というわけでちょっと種を取っていきたいと思うんですけども、この種がかなりもう今にも落ちそうなので、はい、こんな感じでもう触ったらポロッと取れちゃいます。まだ飽き切ってないやつでも、もうこれぐらいの状態のやつ、そうですね、これぐらいのこんなやつももう取ったらもう発芽するので、こんなも取って大丈夫です。もう触ったらね、ほぐしたらもうポロポロ取れてしまいます。はい、ストゥルマリア・トゥルンカータは自家受粉で種ができるので、1本あればもう種が取れて増やすことができます。はい、あとまだ種残ってるんですけど、こんなのはまだ熟してないので今は取らずに置いておくようにします。はい、こんな感じで種が取れました。なんかもう見た目も色も普
通のいわゆる種とは全然違うんですけども、まあ、これが種です。はい。でこれをじゃあ早速撒いていきたいと思います。はい、じゃあね早速撒いていきたいと思うんですけれども、これちょっとまあ土の説明をちょっと先にしておきます。中の培養土はまあ普通いつもと植え付けるのと同じように、ボラ土をそこに敷いて、このいつもの賢者の土を敷くんですが、今回はまちょっとこの上にそのまま巻きはしないです。ちょっとこれ腐葉土とか入っちゃってるので、ちょっとまあ雑菌が繁殖しやすい環境でもあるので、まあ本来ならまあね雑菌とかまあするのがまあベストだとは思うんですけど、別にそこまでしなくても大丈夫です。でこちらのいつも上にかけてる土、これをちょっと敷いて、で腐葉土に種が触らないようにします。そしたらまあこれでも全然十分なので、この上に、巻いていきます。それでこの上にまあ種がこうですね、均等になるようにパラパラと、はい、この上に巻きます、ね、ちょっと鳴らしてこんな感じで、はい。でこのスプルマリア、乾燥、種の状態だと乾燥にすごく弱いので、上にまあもう一回同じ上の土をかけておきますね。割とたくさんかけても出てくるので、そんなに心配しなくても、まあ土はまあそうですね、5ミリから1センチぐらいかけたら上等です。でこれ乾燥に弱いので、この後はもうすぐに水かけて、でそうですね、芽が出てくるまではちょっと半日陰ぐらいに置いて、水もまあ毎日ぐらいあげても全然大丈夫なので、まあそんなそれぐらいの管理をして、でそうですね、まあすぐもうほぼすぐに芽が出てくる、もう1週間以内ぐらいにはもう芽が出てくるので、そしたらもう芽が出てきたら日当たりの良い場所に置いて通常の管理を続けていくという感じで大丈夫です。